これクラフティッドじゃないやつはあれですよね。PVP に取っておいた方がいいですよね。そうですね。いずれ PVP に行って、ちゃんと PVP しないと。でかい街とかは、チーターが。ああ。まあ、どこもそうなんですけどね、このゲームに。そうですね、結構こういうゲームってチーター多いですよね。なんか、デイジーとかも。多いですね。チーターのサイトみたいなのがあって。そうなんですか。月額2000円でチートが使い放題みたいなこと書いてましたね。あ、え？チートってそうやって手に入れるものなんですか？そうですね。最近はそんな感じでチートが出回ってたりしますね。マジですか？ちょっと、僕もあんまり知らないんですけど。あ、いらっしゃった、ゾンビ。撃ってみよう。これどの銃でも頭一撃なんですかね。多分基本的にはそうだと思いますね。USB 落ちてないかな。あ、レベル2だ。これをペットやってここに。見て。こうやって拾ったアイテムは解体して、材料にすると。よし。ラージチェストだとレアなもの入ってるんですかね、多分。そうですね。スカーとか入ってましたね。あー、スカー欲しいですね。ここでは落ちたことないですね。あー。やっぱりあの、一番でかいところですか？でかいとこの、隣ですね。隣じゃなかった。上ぐらい。N の5で落ちました。あー、この、あー、ここですか。ここってジェネレーター2個ですか？確か3つだったと思います。あー。あ、で、ここの一番でかいとこが4つでしたっけ？確か、4つでした。なるほど。一番でかいところは、一人で、あ、二人でやるのは、ちょっときついかもしれないですね。そうですよね。ゾンビが、300体ぐらい必要なんで。300体。二人でやるとなると、一人150体集めなきゃいけないです。そうです。あー、どうしよう、それ。いや、でも、いずれやりたいですね。そうですね。あと30秒ぐらいで来ると。溜まってくなぁ、これ。その前拾った鍵って何出たんですか、アイテム。あ、前拾った鍵ですか？はい。
わかりますかね？今持ってる銃のリボルバーの色が青いのが。どうですか？ちょっと明るい場所行きます。 確かに青いですね。この色の色だけ、色のスキンだけですね。あら、あら、なるほど。服装のスキンがレアなんでしたっけ？あ、その箱じゃなかったですね。ウェポンの、ウェポンボックスの。ああ、そっか。鍵だったんで。服欲しいですね、服。服欲しいです。あれ、なんかちょっとこれ服のケースの中身変わってますか、これ。どの服のケースですか？ケース1と2ですね。このコスメティックケースってやつ。あんまり意識して見てなかったんですけど。あれ、なんか前パクってるやつとかあったんじゃないですかっけ。あ、ハロウィンのやつかな、あれ。あ、パクってるやつはハロウィンのやつですね。あ、これこれこれ。あれ。なんて言うんだっけ、これ。なんかディズニーの、あれですよ。あの、なんとも言えない人形みたいな。あの、頭でかくて体、やたら細い、やつですよ。次でラストですね。そうですね。次取ったら今回はここまでっていう感じですね。そうですね。あれですね、なんか左のチャットのとこに、なんか書いてますね。ディセンバーファーストに、なんかサーバーが落ちるみたいな。このサーバーはなくなりますよって書いてますね。はい。いてて。あ、結構大量がやばい。そんで、このゲーム、家を作ったりとかもできるんですけども。12月1日かな、あれ。サーバーの建物とか全部消えちゃうということなんで。それ以降、こう、クラフトしていくと。ってこの釘みたいなやつって意味ですかね？あ、そうです。あ、ほんとだ。オッケー。で、この武器自体にくっついてるこの3分の3っていうやつは、あれですかね？ 3 回までなら修理できるっていうことですかね？あ、そうだと思います。あー、じゃあ、使い続けてればいずれはなくなっちゃうんですね。はい。あらら。ゲーム内の時間、今7時25分ですか。全然明るいですね、これ。明るいですね。インベントリのやつとか変えられますね。あ、そうですか。
なんか変えたいボタンでコンティニュー押すと。ああ。それになりますね。なるほど。また、これ。あ、あれ？あ、エアドロ来ましたね。お、了解です。よし。あれ、あ、これか。ラージボックスあるといいんですけどね。そうですね、武器入ってます。これ一番悲しいパターンですね。マジで。